世界中の野球少年が憧れる夢の舞台、メジャーリーグ。約150年の歴史の中で数々のスター選手が生まれてきました。その中でもレジェンド中のレジェンドの一人であるタイ・カップ。カップは野球の神様で知られるベーブ・ルースよりも先に殿堂入り第1号として認定されるなど、メジャーリーグの歴史を作り上げた偉大な選手です。しかしカップの性格はめちゃくちゃ歪んでいて、メジャー史上最も嫌われた人物とも言われているのです。今回はそんなカップの起こしたヤバすぎるトラブルを紹介していきます。カップが残した驚異的な成績、まずはカップが残した偉大な記録から紹介しましょう。彼を語る上で欠かせない記録は、なんといってもメジャー歴代1位の生涯打率。24年間の現役生活で残した生涯打率はなんと3割6分6厘。日本が誇るヒットメーカーイチローでも生涯打率は日米通算で3割2分2厘であることから、カップの記録がいかに驚異的なものであるかがお分かりいただけるでしょう。その他にも1909年には世界野球史上初となる首位打者、ホームラン王、打点王、最多安打、盗塁王、最高出塁率の全タイトルを制覇し6冠王を達成。また2塁打数、3塁打数、長打率、塁打数、得点数、OPS でもトップを記録し、合計すると12部門でトップという化け物のような記録を残しています。他にも1911年には打率4割2分を記録するなど、野球の歴史に残るたくさんの伝説を残しました。これだけ超人的な記録を作ったのであれば、ベーブ・ルースみたいに神様として扱われてもおかしくありません。でも成績の割に評価されていないのは、メジャー史上最も嫌われた人物であることも原因だとされているのです。一体どれほどヤバいやつだったのか、それは現代なら永久追放されてもおかしくないような衝撃的なものでした。恐怖のスパイク攻撃。カップがタイトルを総なめにした1909年のシーズン終盤、カップの所属するタイガースは 1.5 ゲーム差で首位を争うアスレチックスとの一戦を迎えます。カップはこの試合でとんでもない悪事を働きました。セカンドランナーだったカップはサードへ盗塁を試みます。するとスパイクでサードの選手の腕を刺しに行くめちゃくちゃ危険なプレーを見せました。さらに試合後半にはヒットを打つと迷わずセカンドベースへ盗塁し、スライディングでセカンドに足払いをかけて転倒させる暴挙に。このように1試合で2人の選手を潰しにかかる悪事を働いたのです。これについてカップは、勝つためには手段を選んでいられなかったと語っています。勝つために必死になる気持ちはわかりますが、それはあくまでスポーツマンシップや常識があってのもの。時代が時代だったといえばそれまでですが、相手を傷つける行為は絶対に許されることではありませんよね。しかもカップは日頃からスパイクの刃を相手選手に見せつけるように磨くなど、異常な行動も起こしていました。これは相手選手をビビらせて盗塁しやすくするといったカップの作戦。その成果もあってか、そんなに足は速くなかったものの一定数の盗塁も記録しています。ただ後にこの悪評は全米に知れ渡り、野球ファンから嫌われる大きなきっかけにもなりました。観客をボコボコに。続いては現代なら確実に刑務所行きとなるエピソード。1912年ヤンキースとの試合でカップは観客からヤジを飛ばされます。ヤジは次第にエスカレートし、両親や生い立ちに関する内容に発展。これにブチギレたカップはスタンドに乗り込み、なんと観客をボコボコに殴ったのです。しかもボコボコにした観客は片腕がなく、もう片方の手も不自由で車椅子に乗っていた男。見かねた観客が、その男を殴るな、両手がないんだぞと止めにかかりましたが、カップはこいつだけは両足がなくてもこうしてやると怒鳴り返したといいます。ヤジを飛ばした観客も悪いですが、体が不自由な人を袋叩きにするとは許されない行為。さすがにこの行動は問題となり、カップは処分を受けることになりました。今であれば逮捕され、二度と復帰することはできなかったことでしょう。相手選手を銃で威嚇。数あるカップの暴挙の中で最も恐ろしいと言えるのが、相手選手を銃で威嚇した事件です。ヤンキースとの試合でのこと。打席に立ったカップに対して、ヤンキースベンチからルーキーのレオ・ドローチャーがカップにヤジを飛ばします。カップはヤジに反応して集中力を欠いてしまい、三振に打ち取られました。試合終了後、怒りの収まらないカップはヤンキースのロッカールームにバットケースを抱えて乗り込みます。そしてヤジを飛ばしたドローチャーを見つけると、すぐに襲いかかり、なんとバットケースからショットガンを取り出したのです。
カップはドローチャーの眉間に銃口を突きつけるかなり危険な状況に。凄惨な事件が起こりかねないところでしたが、慌てて駆け込んできたスーパースターベーブルースが仲裁してくれたことでその場は収まりました。後にカップはもともと発砲する気はなかったと語ってはいるものの、やられた方としては生きた心地がしなかったことでしょう。この行動は二度とヤジを飛ばされないための作戦だったようで、この試合をきっかけにカップを怒らせると何をしでかすかわからないといった評判が広まって、ヤジはなくなり集中してプレーに臨めるようになりました。ただいくら作戦だったとは言ってもさすがにやりすぎですよね。カップは普段から護身用といった理由で銃を持ち歩いていたようで、対戦する選手たちは恐怖に怯えながらプレーしていたのです。ケチすぎる性格。カップは超一流のメジャーリーガーである一方で、試合後にはホテルのバーに足しげく通い、経済や株式の情報を集め投資することを趣味にしていました。有名になる前のコカ・コーラ社の株を買って、後に大株主になるなど野球以外でも才能を発揮し、莫大な富を得て億万長者になります。ところが大富豪である一方で、お金を使うとなると彼は異常なほどのケチでした。家政婦の給料を何かと文句をつけて値切ったり、食料品や牛乳屋からの些細な請求も値切るなどかなりの倹約家。時には電気代がもったいないからと発電機を自作したものの、電圧が安定せずに火事になりかけたことも。その性格は晩年になっても変わらず、死ぬ直前には入院した時の医療費の支払いまで拒否するなど、その徹底ぶりは凄まじいものでした。そのような性格もあってからなのか、結婚生活もうまく続かず、あまり幸せには過ごせていなかったようです。これだけケチだと周りから人が離れていっても仕方がなさそうですね。ちなみに彼はある秘密結社の会員でもあったと言われています。どこの組織か知っている人がいたら、ぜひコメントで書いてみてください。メジャー史上最も嫌われた選手に。紹介してきたようにカップは至るところでトラブルを起こし、多くの人と揉めてきました。野球でも私生活でもトラブル続きだと、彼からどんどん人が離れていきます。カップは1961年にガンによって74歳で亡くなりました。しかし数々の偉大な記録を残した人物なのにもかかわらず、彼の葬式には球界関係者はたったの4人しか来なかったというのです。一説には家族が事前に断っていたとも言われていますが、これだけトラブル続きであれば仕方のないことにも思えるでしょう。またカップは家族にすら嫌われていました。一族のために生前に立派な墓を作っていたのにもかかわらず、なんと家族に同じ墓に入ることを拒否されているのです。球界関係者だけでなく身内からもとことん嫌われてしまったカップは、後にメジャー史上最も嫌われた選手と言われ、伝説的な記録とともにその性格のヤバさも語り継がれることに。そんなカップ自身は自分の人生についてこう語っています。私は自分の生涯に一つも悔いはない。もしも人生をやり直すなら、私は同じことを繰り返すに違いない。ただし多少あちこちに修正を加えはするだろうが。この言葉から考えると、自分の起こした悪行について少し後悔しているのかもしれません。でも考え方によっては、これほど特殊な性格だからこそ偉大な記録を残せたとも考えられそうです。今回はタイカップが起こしたトラブルの数々をご紹介してきました。歪んだ人間性からメジャー史上最も嫌われた人物とまで言われたタイカップ。ただ彼の性格の悪さがここまで有名になったのは、その素晴らしい成績があってこそなのは言うまでもありませんよね。カップに関するエピソードを他にも知っていたら、ぜひコメントで教えてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。